友達 TV をご覧の皆さん、こんばんは。武田邦彦の本当の話、8月13日第93回放送です。私はアシスタントを務めます倉島真美子です。どうぞよろしくお願いいたします。この番組は友達 TV からお届けしています。それでは早速武田邦彦先生をご紹介いたします。先生、今回もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、前回ご案内いたしました10月の出雲ツアーなんですけれども、おかげさまで定員化したということです。ただいまお部屋の追加をしてもらえるようにと交渉中ということのようですけれども、あと何名かはご参加いただけるのではないかという情報が入っております。ご希望の方は概要欄のメールアドレスまでお問い合わせをいただければというふうに思います。それでは前回同様、ここからはしばらくは別の動画チャンネルよりお送りいたします。概要欄にリンクがございますので、そちらからお進みください。それでは新型コロナ関連ということで、こちらから参ります。新型コロナ厳格措置見直し、厚労省着手、感染症法の扱い緩和も。概要です。新型コロナウイルスの感染者の入院勧告や就業制限などに関し、結核や SARS 以上の厳格な措置を取る感染症法上の運用について、厚生労働省が見直しに着手したとのことです。医療関係者から感染症指定医療機関などでの対応が必要となる現行の扱いは、病床の逼迫を招く一因との指摘が出ており、季節性インフルエンザ並みに移行するかが議論の中心になるそうです。新型コロナは現在新型インフル等の類型に位置づけられ、自治体や医療機関は結核などの二類相当、あるいはそれ以上の厳格な対応をしています。具体的には症状がない人も含めた入院勧告や就業制限、濃厚接触者や感染経路の調査などですが、全国保健所長会は今年1月、厚労省に特別な病気とのイメージが広がり、診療拒否など地域医療体制のバランスを崩しかねない、新型インフルとは異なる疾患と丁寧に説明してほしいとの意見書を提出しました。田村厚生労働大臣も7月の記者会見で、感染症法上の位置づけをどうするか当然考えないといけないと見直しの検討を表明しています。仮に毎年流行するインフルエンザが対象となる5類に移行することになれば、入院勧告や感染者の隔離なども不要になり、自治体や医療機関の負担は大幅に軽減されますが、病状が急変しやすい新型コロナの特性や新たな変異株の懸念などから、保健所や医療機関との調整にあたる東京都の幹部は、ワクチンや特効薬の開発など環境が整ってから見直すのが現実的ではないかと指摘しているそうです、ということです。そうですね。
そうか、ここからは YouTube になると。はい、普通のお話です。あ、そうです、はい、普通のお話です。まずお話最初はですね、東京五輪閉会ということで、はい、今回はこんな指示が出ております。スポーツ大好きなお二人、今回の五輪競技を大いに語ってくださいということです。そうですね、はい、まあ、あの僕はスポーツはの素人ですけど、あなたはクロートだからね。はい、いや、クロートでもない。まず桃子ちゃんの、あの感想からどうだろう。はい、感想ですか。まあ、あの随分とあの検討はされたんではないかなと思いますね。まあ、これだけの世の中の動きの中で、まあ、選手スポーツをやられている皆さんにとってみればほとんどもう関係がないというか、目の前のことを頑張るって皆さんおっしゃってましたけれども、やっぱりその世の中の動きにどうしても翻弄されて精神的にダメージを受けたなんていう選手の方の話も出てましたので、ちょっとその辺での開催というのはかわいそうだったかなと。これはもう日本の国の選手だけではなく、世界中の選手の方がそうなんではないかなというふうに思いますね。純粋にスポーツをこう楽しもうとか頑張ろうっていう人たちにとってみれば、今回のことはちょっと、まあ、なんていうんですか、とても悲しい流れだったんではないかなと思いますよね。無観客での開催でもありましたし ね。それで多分あのモチベーションというか、実際の結果っていうのももしかしたら変わったんじゃないかななんていうふうにも思いますね。はい、まあ、あの僕はあの競技全体から言えばね、はい、まあ陸上水泳っていうところがやっぱりオリンピックでは中心、はい、まあ、別にあの比較的特殊なあのスポーツだから、はい、そのスポーツがどうだっていうことはスポーツにはないんですが、はい、やっぱり陸上の なんか中距離トラックだとかね、はい、フィールドだとか、それからやっぱり水泳のやっぱり 400m 800m っていった、はい、そういったまあ主力ね、うん、競技っていうのが非常に問題なんですけど、今年は今度のオリンピックはもうそれで日本選手がもう大活躍ですよ、うん、もう考えられないですね、うん、もちろん水泳ではね、はい、かつて戦争が終わった後古橋宏之進とか橋爪なんていうね、はい、2人ぐらいが出てきて、はい、で頑張った時もあった、前畑っていうのもいた、うん、でそれはもう突発的にね天才肌のものが出てきたっていうだけだけど、もう今度の水泳なんかでもね、まあ、この前からそうですけども相当程度平均的に日本が強いということですね。陸上はね今度本当に感心しちゃったんだけどね、 100m で短距離の方はねちょっと期待に沿わなかったんですが、はい、中距離系ですね、はい、トラック競技、まあ、トラック競技、はい、特に女性の1500の田中希実さんとか、はい、5000とか、まあ、1万はちょっとそこまでいかなかったけど、はい、まあ、長崎さんじゃなくて、なんだあの長崎高校のね廣中さんなんかも、まあ大体二十歳ちょっと過ぎぐらいでね、それでもう堂々と日本新記録出す、まあ、入賞するというね、まあ、世界の一流、それもまあオリンピックの中心的なもんですね、まあ、300m 障害も 110m ハードルも、それからまあ僕が驚いたのは走り幅跳びなんかもね、幅跳びが決勝まで行ってね、まあ、僕なんかああやってこう見てるとこう普通日本選手がねこう空中で失速するのがちょうどもうちょっと前でね、やっぱり7メートル50ぐらいで落ちちゃうのにもう一伸びして8メートル超えると、それから走り高跳びもそうですしね、そういうこう中心的、それからまあ僕がやり投げ女子のやり投げの川口さんだったかな、ああいうそのものすごくねもう日本選手は体から言ってね、はい、やり投げなんか向かう人はこうやって投げますよ、はい、だけど日本選手は肩の力いるからこっちからこう投げなきゃね、そういったハンディを克服してね62メートル投げましたけど、はい、まあそういうようなことで陸上水泳の本命競技でね、まあ、相当程度ね上がったと、はい、それからやっぱり競技態度がいいですね、いやこれはねあの先輩がいたからですよ、昔ね 110m ハードル女子ではね依田っていうのがいたんですよ、はい、したらその人はなんかスタート台で逆立ちなんかしてましたよ。つまり依田さんが逆立ちせざるを得なかったのは日本のレベルがあまりに低くて、うん、飛び抜けてオリンピックの決勝に出たんでね、やっぱりそういう精神的なプレッシャーが彼女が逆立ちしたり、うん、まあ、円谷幸吉さんが自殺したりと、はい、まあ、そういうふうなことがいろいろあったわけですけどね、うん、今は全くそうじゃなくて、うん、もう平常通りの訓練の中でね、うん、やるとそうです、ね、それからオリンピックのメダルをちょっとね、はい、整理してもらったんですけどね、はい、オリンピックはメダルは議論しちゃいけないんですよ、うん、あの一人一人がどのぐらいやるか、ね、だけどメダルはどれくらい取ったかを議論するんじゃなくて、取った後、はい、産業とか国力として、うんうん、あの検討する材料でありますから、皆さん間違えないでくださいね、メダル取ったからいいって言ってんじゃないんですよ、
これがあの前 の, あの東京大 会, 東京大会1960年、はいはい、僕なんかこことこ両方見てますからね、古老ですから。素晴らしいでしょ。しかも成人になって見てますからね。すごいですね。アメリカが圧倒的に強い、90取って、うん、それからソビエトが96取って、それから日本がまあ29、全然違いますね、うん、から統一ドイツができまして、この時初めてですね、はい、23、イタリア、ハンガリー、ポーランド、オーストラリアね、うん、これね、あのもともとスポーツはですね、アメリカとかソビエトの超大国と、はい、ドイツ、イタリア、チェコスロバキア、イギリス、こういったヨーロッパ勢なんですよ、うん、スポーツは ね, そうですね。やっぱりヨーロッパ勢が植民地として長くアジア人を圧迫して、うん、アジア人はそんなスポーツどころじゃなかった。でヨーロッパ人はアジア人に働かせてスポーツをやってたので、スポーツがいいわけです。これは音楽でも絵画でも全部学問でも、これはアジア人のこの植民地によってできた。特にこの頃は、共産主義ですね、うん、ハンガリー、ポーランド、チェコスロバキア、うん、こういった国は小さい国ですけど、はい、共産主義の国威発揚でやったんで、うん、それが入ってるって、まあ、まさにその頃の国際情勢をそのまま表しておりますね、うん、それから今度はですね、まあ、アメリカの代わり、今度中国、これ中国の全然いませんから、はい、貧乏だったからね、中国が出てきた。だからアジアの国が出てきたわけですね、はい、アジアの国はまあ日本だけがいたんだけど中国が出てきた。それでアメリカ、中国が大体まあ100ぐらい取って、日本がまあすごかったですけどね、58、うん、それからここからはまあ基本的にはヨーロッパなんですよ、はい、イギリス、それからまあドーピング事件があったからロシアでは出れませんが、はい、一応ロシア、オーストラリア、オランダ、フランス、ドイツ、イタリアと、まあ、いうところがですね上位を示していると、まあ、いうことで、世界がですね、だからまだここはですね、いかにも出てこないかな、ブルガリア、フィンランド、ニュージーランド、ルーマニア、オランダ、トルコ、ここからトルコが出てくれますね、うん、まあ半分あれですけどね、はい、トルコ、こっちはここはやっぱ韓国が出てきてるわけですね、はい、ケニアも出てきてますね、うん、まあ、そういう点ではまあ80年、60年ぐらい経ってね、はい、やっぱり今まで、植民地で侵入してきたアジア、アフリカの国がですね、少しずつ、まあ、日本だけはもうダントツに違いましたからね、昔から、はいはい、植民地にならなかったんで、うん、ようやく中国が出てきて、うん、それから韓国とかケニアといったものがこう顔を出してきたと、はい、まあ、いうことで、まあ、世界もですね、ヨーロッパ一国一地方支配から、次第に日本が戦争して、その結果世界が解放されたと、まあ、いうことがオリンピックの点でもですね、少しずつ出てきてるかなと、まあ、いうような感じですかね。今後またオリンピックのあり方っていうのもいろいろ問われるようですけれどもね、はい、まあ、健全な状態になるといいかなと思いますね、はいはいはい、続いてはこちらの話題です、福島の土がついているということで、首都圏の大手スーパーマーケットに卸していた郡山産ネギの取引量が7月下旬以降激減しているということのようです、生産農家では東京オリンピックで福島県産食材に懸念を示した韓国選手団の動きが国内市場に波及したとの推測もあるようですが、国内の問屋が福島の土がついているとクレームをつけたという話もあり、問屋かスーパーが韓国選手団の動向を悪用して買い叩きに走ったのではないかとの見方を示す市場関係者もいるようです。10年経ちましたが、まだこのようなところで苦しむ人がいるという残念な話題ということですね。いや、それは新聞、どこの新聞ですか。これは新聞のちょっとソースのところが出ていませんけども。分かんない。あ、そうですか、はい、ね、そんなことはありません。これまともですよ、はい、今度コロナ必ずそうなります、うんうん、ね、放射線汚染、放射能汚染とはね、100年なんですよ、10年も経ってるんで、そんなことないんですよ、はい、うんうん、だから放射線の汚染は厳しいんです、はい、100年間続きますから、じゃあ広島はいいじゃないかって言うけど、広島の原爆の放射線の量と今度福島の原子力発電所の漏洩した量は100倍違いますからね、はい、うん、ですから原子力発電所ってものすごい汚染が大きいんですよ、はい、で原爆は瞬間的に爆発させるから、みんなで放射線で死ぬんじゃなくて、うん、熱風で死んじゃうんです、はい、焼け死んじゃうんですね、うん、だからそこはね、よく僕にね、だけどまあ素人の人でそういうことを僕に立てついてくる人がいるってことは健全なことではあるんですよ、うんうん、じゃあまあ知識がなくてもね、はい、怒鳴り込んでくるっていうのがいるのは悪くはないんだけど、うん、全然量が違うんですよ。ですから原子力発電所の事故の危険性っていうのは
放射線量がものすごく大きいっていうことなんですね、うん、はい、それでまあ日本は嘘ついたんですよ、うん、これは韓国が正しいですね、うん、要するに福島の野菜は大丈夫だとか米は大丈夫だとか風評被害だとかそれデタラメ言ったわけですよ。風評被害でも何でもないんですよ。実際に法律に違反してたんですよ。例えば土はですね平米あたり4000ベクレルかな決まってるんです。これはねロシアあのソビエトですら共産主義のソビエトですらちゃんと土壌の汚染はそのまま発表してたんですよ。しかも発表の仕方がね地域ごとでやってたんですよ。日本はねそれをごまかすためにね福島県とかなんとか市ってやったんですよ。ところがそんなね市とか県で決まってるわけじゃない。ここが汚染されたところだっつって場所によって決まるわけですね。それをあのソビエトがあのソビエトってのはソビエトは悪いことするっていう印象がある。今度だってオリンピックでドーピングなんかしてる。そのドーピングしてるソビエトよりか日本の民主党政権の方がひどかったんですよ。民主党政権は全部隠して土壌の汚染も言わなかったんですよ。これで土壌の汚染を言うと100年間言われるからってんでやんなかった。だから韓国が反発するのは当然ですよ。韓国が反発するのは日本が悪いことやったから反発するんであって正しいことやってるのに反発するやつはどんどん攻撃したらいいわけですよ。慰安婦事件なんかそうですよ。だけども日本が悪いことしてねそれで韓国が負けてくれなんてそんなね情けないね。そしたらもう韓国日本が韓国の人なんか非難する人いるけど韓国以下ですよ、ね、それでずっと騙して今でも騙してるわけですよ。でまあそういう日本には正義の人がいるから福島の米袋を神奈川の米袋に何箱何袋詰め替えましたなんていうのは僕のところに来るしね来たから当時ね、うん、でとにかく今の海洋もそうですし今度のトリチウム汚染水の放出の問題もそうですよ。要するにね我々の世代のだから僕は今度のオリンピックちょっと評価してるのはね、うん、我々の世代の日本人ってね嘘つくんですよ、うんうん、自分を守るために嘘つくの。それがいろんな点でやっぱり日本人全体は非常にこう正義があるし礼儀もあっていいんだけど一部の人たち特に、指導者がねそれから指導者が嘘ついた時にそういう嘘をつくべきじゃないというだけの心の強さは日本の庶民にもないんです。今度のマスクなんかもそうですね。ですからやはり日本人がもう一つレベルとして高くなるっていうことが大切だと。で福島の土がついてたらやっぱり買うべきじゃないですよ。やっぱり福島の土がついてる時は土のベクレル数を示してそれが規制値よりか以下だということを示さないといけないんです。これはね僕はフランス人よりか日本人が劣るということを認めたくないんだけど実際劣るんです。フランスの場合はねブドウ畑の上流に22個の原発があるんですよ。ブドウ畑のね、はい、もちろん原発ですから時々漏れたりするんですよ、うん、そうすると国民にフランスの場合は水が何ベクレルになって規制以下だから出荷しますと言って出荷してるわけです、うん、だから僕らがフランスのブドウ酒飲む時はねワイン飲む時はね汚染されてるんですよ。汚染水なんですね、うん、ただ規制をきちっと決めて規制を守るっていう態度なんですよ。ところが日本はね一回も発表できなかったんですよ。なぜ発表できなかったか日本人はこう考えるんですよ。九州の野菜を買えばゼロベクレル、福島の野菜を買えば200ベクレル、200ベクレルっていうのは規制値がずっと低い。だけどどうせならついてない汚染されてない筒のものを買おうってこうなる。これが日本人の論理なんですよ。みんなそのように思うんですよ。フランスに違うんです。規制値を決めた限りはだからこれが言ってる僕の法治主義なんですよ。法律で決めた限りはそれ以下は安全として社会をやっていかないと社会は成立がしないんだ。どんなものでも毒物あるんだという考えですね。それがダメなのが日本人の議員さんが安全安心っていう安心のところなんですよ。安全で安全というのは安心のことなんですよ。ですから安全を決めるときに安全であれば安心であるという国民のコンセンサスがいるんですよ。ところが日本は安全を決めるときにこういうふうにこういい加減にやるもんだからそれでその示さないんですよ。
あのトリチウムをやらないんですよ。だからそうすると安全は当てにならないから安心できなきゃとこうなるわけですよ。安心が出てくるのは本当はね、いかに安全を決めるときにいい加減にやってるか、ね、だけどちゃんとあるんですよ、あの、データは全部あるんだ。それをちゃんと国民に示して、だけどその国民にデータを示してきちっとやるっていうことができないんです、まだ日本は。だからそれはもうマスクもそうだし、マスクは一体僕みたいにマスクした方が感染が増えますよって言ったら反論できない、うん、そういう状態だけどマスクしてると安心だになるわけです、うん、安全かどうかわからない、うん、だから、まあ、その意味では全近代的だとも言えないこともないんですね、うん、残念ですね、すごく。だからこれはまともなんですよ、うん、福島がそのこの記事が文子さん読んだ最後の方がそうですよ、はい、10年も経ってとか、うん、それからなんかそういう風評が立つのが残念だとか言ったんですよ、うん、はい、全然残念じゃないんですよ、まだ危険なんですよ、うん、10年なんか関係ないんだから。だって半減期のほとんどが30年以上なんだから、だからそれもしょうがないんですよね、うんうんうん、だからそれを今もう一生懸命ごまかして原発をやろうとしてるけど、僕はね何でも実施するっていうことや正しいことをやっていかなきゃね長続きしませんね、うん、あのフランスの、ね、原子力発電所はね今でも50何機60機ぐらいで運転できてるのはね全部きちっとやってるからです、うんうん、で続いてはこちらの話題に移ります。韓国竹島をネット中継6日からということです。概要です。韓国海洋水産省は5日、韓国が不法に占拠し実効支配する島根県の竹島の様子をインターネット上で中継するサービスを6日から始めると発表しました。島を訪れる人に気象状況をリアルタイムで伝えることができるほか、島への関心を高めることにもつながるとしています。これを受け日本外務省のアジア大洋州局長は5日、在日韓国大使館の行使に強く抗議し中止を求めましたという話題です、うん、まあ、あの国際法上は、はい、竹島は日本のものなんですよね、はい、もうしょうがないんですよね、うん、それは、まあ、日本が戦争にあのやられた時に占領された時にどさくさに紛れて、まあ、韓国領になってしまった、はい、李承晩ラインっていうのがあって、李承晩ラインっていうのは名前の通り韓国の李承晩大統領が国際法とは関係なく勝手に引いた線ですから、うん、ですから、まあ、あのそれは国際法上に合ってるかどうかのは全然別ですね。だけどね、韓国との関係ではね、やっぱり僕は宮沢首相と河野官房長官を日本の首相で官房長官だったけれども、これは間違いですと言わない限りはね解決しないと思いますよ。李承晩ラインと同じことですからね。結局、国と国との関係っていうのは、国の責任者が認めたことが正しいとしないと相手国が動けないんですよね。それでよく言いますけど、1965年からの日韓基本条約ある。その日韓基本条約に反することを韓国は言ってくる。だから韓国はおかしいんだと。日本の指揮者とかそういう人はみんな言いますよ。だけど国と国との約束だから、国と国とが約束したやつをその取り消すなんてことは国はできないんだって言ってるのが日本人なんですよ。例えば慰安婦の事件を言えばね、慰安婦の事件は10億円で肩をつけて、そしてまあ未来永劫慰安婦についてはもう日韓の間じゃ言いませんということを決めたわけですね。で日本人は決めたのにまたなんで慰安婦像かってこう言ってるんですけど、それと同じことを日本がしてるんですよね。宮沢首相と官房長官が8度謝ったんですよね、韓国に謝った。8度謝ったやつが間違ってましたと、今度は間違ってましたってことは首相は言わないんですよ。朝日新聞が訂正しただけなんですよ、ね、そしたら国としてはね、国としては韓国と日本の間では慰安婦はいて、従軍慰安婦がいて、強制的に韓国の女性を拉致して、そしてセックス のやらせたということは日本の首相が認めたの、否定してないの一回も。それをね、まあ日本人としてはなんとかそこをごまかしたいという気持ちは分かりますよ。だけどね、そんな気持ちでねやるような民族があったらダメなんで、もう韓国に竹島は
もう取られるなら取られるでしょうがない、その代わり宮沢首相は首相であったことを認めるっていうか、それとも宮沢さんと河野官房長官の官職を奪って、遡って奪えますから、奪って、そしてあれは間違いだったからつって現在の首相が、韓国に謝って、あれ間違いを言いましたと、できればあの8回の謝罪を全部取り消したいと言って、韓国が分かりましたと言ったらね、国と国との間の関係はなくなると思いますね。でこういった類はですね、あの非常に厳しいんで、皆さんはあのこういうことをやるために胆力っていうか度胸とかそういうのが必要なんですけど、広島がそうですね。広島が過ちは二度と繰り返しませんというあれをやる、あれは全くの国際法上はダメなもので、行為をした人が罰せられると。で戦争の場合は戦争自体は罰せられない、これは仕方がない。しかし戦争の中での残虐行為、例えば毒ガスを使う、それから核兵器を使う、それから女子供と分かってるのに殺す、つまり無抵抗と分かってるのにも殺すということをやった場合はね、実施した人を責めるというのがもう鉄則なんですよ。ところが広島市も日本国政府もそれから日本国民もね、広島に原爆を落としたのは戦争があったからだと、だからそういうふうにこうアメリカ軍の指示で変えちゃった、それを変えませんね。ですから国と国との約束のようなごついものをまだ日本人は決めて行動するってことができないってことなんですよ、だからこれは次世代、まあ明治時代の日本だったらできたかもしれないけど、現在の日本人、特に僕の世代の人たちはね、やっぱりずるいんですよ。だからやっぱそのずるさからね、やっぱり立ち直らないと、僕はこういう問題、竹島の問題とかそういうのは解消しないと。だから今現在の状態で尖閣諸島を守ろうとしたら、日本はやっぱり武力で守るしかない、正義で守ることできない、日本政府、日本人自身が正義じゃないんですよね。そこのところに付け入れてくるのが中国とか、まあ、そういうところだということですね、はい。続いてはこちらの話題です。極超音速ミサイルの早期探知に向けてということです。概要です。防衛省がマッハ5以上で飛ぶ極超音速ミサイルの早期探知を可能にするため、無人航空機の活用を検討していることが分かったという内容です。極超音速兵器をめぐっては、中国、ロシアが開発でリードしており、従来の対空レーダーを猛スピードでかいくぐって飛来するため、探知が遅れ迎撃が困難とされ、将来の軍事バランスを一変する可能性があると言われています。防衛省では無人航空機を前方空域に展開し、収集したデータを地上システムに転送するなどして早期探知を図るということです。この他にも多数の小型人工衛星による監視網の構築も目指しているそうです。これに関する視聴者の方からの質問もご紹介いたします。早期探知できたとして迎撃は可能なのでしょうか。迎撃のミサイルはマッハ3とか聞いたことがありますが、マッハ5以上のミサイルをマッハ3のミサイルで撃ち落とせますか。やはり早期探知は敵基地か発射直後を攻撃するのを前提にしているのでしょうかという質問です。そうですね、まあ、非常に適切にその人分かっているので、はい、ミサイルは一応落とすときにね、このものすごく速いマッハ、まあ2ぐらいから先のミサイルはね、こう来たやつをこう落とすってことはできないんですよ、早すぎて、でこう行くやつをこう行って、ここでやるのはできるんですね。ですからこう行ってこうやるってことはどういうことかって言ったら、こっちがマッハ5ならこっちマッハ8じゃなくちゃダメだ、ところがマッハ8ってのは今ね、曲がったらマッハ8でないんですよ。ですから結局これダメなんですよ。っていうことはマッハ5のやつを迎撃する、ここに早期探知機が、探知飛行機がいて、探知してこっちから迎撃が出した時にここで落とすのは、唯一手段があるのはね、原子爆弾を使うだけなんです。で通常爆弾ですとね、威力が少ないから、ここら辺でバーンってやってもこっちはもう軌道を変えることができないんですね。ところが原子爆弾だったら、これ一体が全部火の海になるから、その相手のミサイルもここで爆発してしまうんです。ですから原子爆弾、核ミサイル、迎撃核ミサイルじゃないなんですよ。ですからね、この記事もちゃんと書いてあって、平たいんだけど
僕が書くんだったらね、うん、今のところ早期探知をしても、マッハ3とか5とか3もそうだけど5ぐらいのミサイルは、通常兵器で撃つことはミサイルで撃ち落とすことはできませんので、原子爆弾核ミサイルで落とすしかありません、うん、だから例えば日本近海に来て能登沖とかなんかそういうところで核爆発をさせるということに対する、まあ、一般的な了解もいりますね、まあ、日本が核武装しなきゃいけないということ、うん、したがってこの手のですねこう軌道もくるくるってやってくるんですよ。こう例えば非常に極端に言えばソ連からこのタイプのやつミサイル撃ってアメリカ本土に撃つときに今まではアメリカ本土にこう行く路線だったけどそうじゃなくてこれにこう渡ってニュージーランド沖ぐらいから行くんですよ。だからもうすごい大変なんですね。ですからまあこういったやつはね多分早期警戒機なんかを作るっていうのはただ予算取りかなんかだと思います。僕は意味がないことだと思いますね。ですからもっと核兵器があるかなんかそういう状態じゃなくちゃいけないものをただ単に国会での追及を恐れるとかそういうことでやってるんじゃないかと思いますね。ですからまあ今の時代で実質的に有効なそういうこう超高速ミサイルを日本国民が被害を得ないためにはね、まず、最近アメリカもなって中国は前からなってて日本が反対してるっていう変なね核使用戦使用禁止条約これはやっぱり日本はねどんなことあたって世界的にリードして締結しないとダメだっていうことですね。戦使用禁止戦使用禁止の条約ができることによって現在核保有国の核抑止力っていうのがなくなりますから、したがってその点ではね、まあ核先制使用権放棄の条約を国際的に結ぶことこれがまあ一番有効でしょうね現実論としては。それからもう一つはやっぱり電子的な日本の電子技術をあれしてミサイルを撃ったらそのミサイルが撃った国に落ちるとそのシステムをやっぱり作るってことですね。そうしても危なくってね撃てませんから撃ったら帰ってくるからブーメラン式ね、そういうねやっぱり電子サーバー攻撃ですけど、そういうサーバー攻撃じゃないやなんすだっけまあ要するにその電子的な揺らぎでやるっていうねそういう人工衛星をいくらでも打ち上げるというのは有効なんじゃないかと思うんですね、はい、では続いてですね、こちらの内容変わります。姑、はい、の 82% が嫁と仲良しというこちらの話題、うん、はい、概要です。女性セブン読者の中から1088人が回答したアンケートによりますと嫁と仲良しだという姑は 82%姑と仲良しだという嫁は 72% という結果になったそうです。嫁姑関係が良くなった理由の一つには同居率の低下が挙げられると世代トレンド評論家の牛久保めぐみさんが分析していらっしゃるそうです。同居率の何が同居率の低下牛久保さんらしいね、別居されてるということですよね、はいはいはい、なお姑と同居している割合は2018年で 13.2% だそうです、はい、でお互いに仲良しだという回答から具体的な声の例を挙げますとまずお姑さんの声ですが欠点の多い息子と結婚してくれ孫まで産んでくれてありがたいお母さんの味付けが好きなので料理教室に通うよりお母さんに教わりたいとエプロン持参で我が家に通ってくれ可愛くて仕方ありません何をプレゼントしても満面の笑みと両手で受け取ってくれる優しいお嫁さんですなどそして、お嫁さん側の声ですけれどもごめんねとありがとうをきちんと言ってくれて尊敬ですできます息子ばかりだったのに娘ができて嬉しいと断るごとに言ってくれ大歓迎されます基本的に無干渉なのに相談をすると親身になってくれますこちらから連絡をしない限り会おうと言ってこないところもありがたい夫婦喧嘩をしたときいつも私の味方になってくれます初めて妊娠した際家が汚くても死にません夫には多少のお金さえ渡しておけば死にませんだからとにかく安静にと言ってくれて感動といったものがあったそうですという内容です。なるほど、まあ、これはまあ僕なんか言うよりかももこさん言ってなんでですかいや私はですねこの最初の部分で嫁と仲良しだという姑は 82%
姑と仲良しだと嫁側の意見が 72%、 この 10% の差っていうところが全てを物語ってるんではないかなと思ったんですけどもね。やっぱ見方の違いっていうんですかね、やっぱそれぞれの立場でお互いを思い合ってるっていうところがこの差なんではないかなと思うんですけれどもね。これ姑、つまり男の方ね、じいさん、はいはいはい、姑と向こうの関係ってどんな、それは出てとしてはこちらは載ってないんですけれども、一般的には姑と嫁の方が仲が悪いって言われてるけど、はい、本当はそうでもないかもしれないよね。そうですよね、うん、作られてるかもしれないですよね。そう、牛久保さんは非常に僕もしょっちゅう会うんでね、よく分かってる人なんですが、はい、もうちょっと踏み込むならば、はい、82% とか 72% っていうのが同居してる人の割合はどうでっていうのは出てんの、はい、うん、それは書いてないですね。あ、なるほどね、このデータの中にはね。なるほどね、はい、まあね、はい、一つの台所に2人ね、親分がいるとなかなか難しいって言いますよね。一つの台所に 2人女性がいるってこと自体が無理だもんね。なかなか様式がね、違ったりもしますしね、考え方が細かいことだからね、はい、だから本当に上手にこう関係を結ばれている方たちっていうのは、それぞれがそれぞれの立場で思い合ってるっていうんですか、適度な距離感っていうんですかね、それがやっぱり上手なんじゃないかなと思ったりしますけどもね。何よりも家庭が平和で、なんていうんですか、安寧というかね、それが一番ですけれどもね。なるほど、はい、なるほど。だからご主人もなかなか大変っていうところはありますよね。そうそう、見てる立場としてはね、できるだけ触れないようにしてる触れないようにしてる、はい、ということで今日はこちらの嫁姑の話でラストということになります。ああ、そうですか、少し和んだ感じの話題でもありましたけれどもね、はい、はい、ということでそろそろお時間ですが、今日はもう先生は何もおっしゃることはないですか、言い足りないことは。僕ね、はい、ちょっと前までは痛風でね、まあ5日ぐらい苦しんでてね、ねえ、それからなんか夏風邪ひいてね、夏風邪で、まあ、ちょうど今だ少し鼻声ですが、もう咳もひどかったけど、はい、まあ今日は放送中咳出ませんでしたからね。そうですね、うん、そうそうそう、はい、まあだけどね、まあ皆さんによく30% 脳を開けとくと、そこに人の意見を入れるから、人間関係うまくいくよと言ってね、実践してくれてる人も随分いるんですけど、はい、あともう一つね、僕は思うんだけどね、人間ってのはいつも風邪ひいたり痛風だったりなんだかいろいろするんですよ、うんうん、その時にね機嫌が悪くなる人いるんですよ。ありますね。で、まあせっかくの機会ですからね、はい、機嫌が悪くても良くてもね、うんうん、同じなんですよ結果は、うん、機嫌が悪いと風邪が早く治るんなら僕機嫌悪くするんですよ関係ないんですよ、むしろ機嫌がいい方がいいんですよ、うんうんうん、ところがね周りが良くないんだよ、うん、先生痛風で大変でしたね、うん、大変じゃないっつって、痛風はただ痛くて歩けないっつだけなんだよそれだけなんだよ、ね、だからその痛くて歩けないのは問題かっつうのそれは問題だ、うんうんうん、だけど問題だから不機嫌になるとか痛いとか言うとか、風邪だからもちろん鼻水は出るし夜中には5分超えて起きるしね、嫌っちゃ嫌だけどまあ機嫌がいつもいいっていうのはいいんですよ、うん、ね、確かにね、家族としてもそうですよ。そうそう、やっぱり具合が悪くてね、機嫌が悪いと、そういやただでさえ大丈夫かなって心配してるのに、あ、そうかそうか、どう扱っていいか分からなくなりますからね。僕 なんかもう常時機嫌がいいんですよ。それはすごいですね。まあ、大体生きてる意味もないからね生きてる意味ないまあ、このスタジオでももう離婚した生きてない生きてる意味ない男が2人もいますからね、平気なんで、生きてる意味がなくてなんでね不機嫌なのかとね、だからぜひ皆さんまず頭の 30% 上げて、はい、他人が言うことを、こういうことで理解した人いるんですよ。僕これ一生懸命言うんですけど、社会は自分ではない、うんうんうん、これで完全にその 30% を理解した人がいるんですよ。つまりね、人間ってついねおかしいこれはってなるんですよ。おかしいこれはってのはいいんだけど、うん、それが自分の心の奥まで行っちゃうんですよ、うん、腹立っちゃうんですよ。だけど社会ってのは自分じゃありませんから、うん、だから社会は自分ではないね。地球温暖化も最近、なんか日本が暑いから、地球は温暖化してるとか言う人いるから、地球はあなたじゃないって、うん、ね、だそれはねやっぱり非常に重要なことで、自分は自分の範囲で人のことを理解し、上機嫌だったらいいんじゃないかと、
思いますので、一応今日はそのことで終わりにいたしたいと思います。機嫌よくということで、はい、では次回のお知らせです。8月27日の金曜日の午後7時からまた友達 TV からのお届けというふうになります。以上をもちまして武田邦彦の本当の話、今日はここまでです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。先生、今回もありがとうございました。どうもありがとうございました。